はい。はい。お久しぶりですね、松さん。久しぶりですね。この感じは、あんまり、最近もう、何回もう3ヶ月ぶりぐらいじゃない、ね、撮ってなかったっすもんね。記憶ないもん。去年撮った去年、年末ぐらいじゃないですか。ああ、そうだね。年末に、完全になんか、これからはちょっとスタイル変えてやっていくんで、みたいな感じで、もう、ミキさん、そっからは、歌ってみてしか出てないんで。そうっすよね。で、ここ最近も、あれじゃないですか、歌ってみてあんまり、そうです、あれなので、まあ、いろいろあってっていうのもあって、はいはい。で、コメント来てたんですよ。最近ミッキーさん。いた。そうなんですよ。大丈夫ですかみたいな。まあ、それも含めて、じゃあまあ、せっかくだったら動画にしますかみたいな感じで、はい。まあ、今撮り始めたわけですけど、はいはいはい。チャンネル的に言うと、はい。今もう、メイン自分が出ずっぱりで、そうですね、はいはい。もうなんか動画編集して、やってるみたいな感じですけど、ミキさんもその、歌ってみたもやってるし、はいはいはい、実はね、別なところで、そうですね。こう、動いてはいるんですよ。そうですね。別な、全く、まあ、今のチャンネルとは、まあちょっと切り離したあれですけど、はい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 、まあ違うところで頑張ってくれてるんで、そうです、そうです。ちょっとね、いずれタイミングが来て、まあなんか、言える感じになるんだとしたら言おうかなみたいな感じですよね。そうですね、うん。はい。まあその辺はちょっとまだ匂わせじゃないけど。そうそうそう。言えない言えない。そうですね。はい、言えないんで、まあ、お楽しみにしておいてくださいかなみたいな。そうそうそう。ですよね。そうそうなんです。最近どうすかっていう話なんで、まあ自分の話もしようかなと思うんですけど、最近雑談的な話してなかったんで。そうそうそう。気になる気になる。いや、いろいろあったんですよね。まあ動画見てもらえればいい。わかると思うんですけど、はいはいはい、いろいろありまして、まあ、時系列的なのから言うと、まあ、今までずっとこう、推しメンですって言ってた、中井里香ちゃんがいたわけですよ。はいはいはい、で、まあ、そのこといろいろありましてですね。はいはいはい、まあ、見てない人からすると、えってなるんで、まあ、一応時系列だけ話すと、はいはいはい、里香ちゃんが、その、全然知らない視聴者さんから、うちらのチャンネルを教えられたらしく、はい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 、で、うちらがすごいアンチだと思われて、アンチの動画上げてる人がいるよ、みたいなので教えられたらしいんですよ。はいはいはい、で、しっかり見ずに、まあ、確かに、動画って中井里香ちゃんにブロックされたんですよ、みたいな話だったじゃないですか。そうですね。で、そこだけを見て、はいはい、あ、この人たちはアンチなんだって、向こうの中井さんは思ったらしく、はいはいはい、それで、ツイッターも、それでツイッターブロックされたらしいんですよ。ツイッターブロックされ、ね、はいはいはい。ってたわけなんですよね。うん。で、ある日ショールームを見に行ったら、うんうん、で、自分がコメントしたわけなんですよね。はい、はい。そしたら、あ、アンチがいるって言われて、まあ多分自分って分かったんでしょうね。うん、すごい。それで、感度がすごい。そうなんですよ。それで、そのショールームでもブロックを食らいまして、実は。はいはいはい、はい。通報を食らいまして、まあコメントできなくなったんですよ。やば。で、もうダメなんだなってなったんで。はいはい、まあ、それを受けて自分もこう、一応じゃないけど、まあ、ね、アンチって思われた、だとしたらすいませんみたいな感じの動画を上げたわけですよ。はいはいはい。そしたら、うちらの視聴者さんがすごいなんかこう、言ってくれた人がいるらしくて、はいはいはい、それがリカちゃんに伝わったらしくてですね、なんか、アンチじゃないのしっかり見てよみたいなのを、はいはいはい、言ってくれたらしく、で、はいはいはい、ツイッターある日、チラッと見たら、ツイッターブロック解除されたんですよね、それで。ええー、すごい。そう、だからブロック解除されてるんだけどってなって、ただその前にショールームで、あ、アンチがいるって言われて、自分もそれでもう、はいはい、うわってなったんで、はいはいはい、もう、これは仕方ないんだって思って、はいはい、なんか今後いいっすね、名前を出すなって言われたから、はい、じゃあいいです、出さないです。もう、推しメンとも言わないので、すいません、はい、っていう感じで終わったんですよ。はいはいはい、でその後、ツイッターがブロック解除されて、はいはいはい、っていう流れがあったんで、まあ、今後どうしていくのみたいな話を、また別の動画で、うん、まあ、自分は、まあ、今回こういう件があって、まあ、リカちゃんとはそういう感じで、まあ、音沙汰なく終わったわけなんですけど、ただ、今のやり方ってやっぱ、中井さんからすると、推しメンは一人だし、私だけを見てよっていう感じのタイプの人なので、まあ今までずっとそれでは来てたんですけど、はい、やっぱそれだと、うちらの動画的に言うと、NGT48 応援全体したいわけなので、はいはいはい、リカちゃんばっかりをっていうわけにはいかないわけじゃないですか。はいはい、そうですね。やっぱね、この子のここがすごいんだよっていう話がしたくなった時に、はいはいはい、一個それがあることで、ってなってきてたので、はい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 、まあじゃあここはもう一回、それがあったきっかけで、一回リセットしようか。
ていう感じになって、はいはいはい、まあ今は推しメンは中里香さんですっていう感じではなくて、もとももちろん好きですけど、じゃなくてこう箱推しって言うんですけど、NGT48 っていうと全体をやっぱり応援した方が自分はいいだろうな、はいはいはい、っていう風になって、はい、ちょっとこう変えたんですよね、応援スタンスというか。うんうんうん、はいはいはい、今まではこう。こういろんなショールーム見たりとかツイッターとか見てても、はいはいはい、なんだかんだ言ってやっぱ推しメンが一番みたいなところがあるわけですけど、それを一回こうちょっと距離を置いて、うんうん、ってなるとすごいねいろいろ見えてくるものがあるというか、やっぱ今までってこの子がここがこの子のここがすごいって言いつつやっぱ内心では、うんうん、でもやっぱ一押しはこの子だから、うんうん、この子にはこうなんかこういうところがあるからやっぱ自分はこっちの方が好きだなみたいなのは内心やっぱあったりはしたわけなんですけど、それがなくなることで実際に本当に良さっていうところが見えてくるんですよね、うんうんうん、この子のここはやっぱすごいなとか。あ、なるほどね。そう、逆に一回離れて、はいはい、あ、やっぱり中井さんの凄さってこういうところだなとか、あ、はいはい、っていうのが見えてきて、でいろいろこうリスなんていうんですかね、こうフラットな状態で見えるようになってくると、あ、はいはいはい、結構ね、見えてくる視野がだいぶ変わってくるというか。いろんなことも伝えれるしね、いろんな面からも。で、それがいい方でもあるんですけど、悪いところもあって、はいはいはい、いろんなのが見えてくると逆にこう、それこそいろんな他のアイドルさんもそういう感じで見えるようになってくるというか、あ、今まではもうこうなんか、NGT 乃木坂とかそこばっかりだったのが、はいはいはい、他のもうちょっと、なんていうんですかね、広い範囲でのアイドルを見れるようになったというか。なるほど。応援して。そう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 。応援できる状態に、ね。そう。そうなると、いろいろやっぱ見えてくるところがある。はいはいはい。で、結構、なんていうんですかね。ネガティブじゃないけど、悪いところもやっぱ見えてくるわけですよ。うん、ああ、悪い。ここ最近で言うと、その、文春法で。はいはい。もう今もう、文春なんて AKB グループというか、アイドルグループを潰しにかかってるぐらいなんじゃないかぐらい、めちゃめちゃ追っかけ回されてて、まあ取られる方が悪いっちゃ悪いんですけど。そうね。芸能人そうなっちゃうからね。そう。特にアイドル業界。やっぱ恋愛禁止なのが、男とこうなってみたいなのがあると、うわってなるわけじゃないですか。で、そういうのも見えてきたりとか、あとは最近、卒業生なんですけど、HKT48 の児玉遥さんっていう方がいるんですけど、はいはいはい、HKT 卒業して、今は女優で頑張ってる方なんですけど、はい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 、でその方がノートっていうあるじゃないですか。ありますね。文章を書くサイトというか、でそこでいろいろ書いてあったんですよね。そのアイドル時代にどういう理由があって辞めてみたいなのがこう見えてきたときに、やっぱりこうアイドル業界の中でも AKB って特にこう順位がつきやすいというか総選挙がある分。はいはいはい。1位がこの子でって出てくるわけじゃないですか。そうですね。がっつりと。勝ち負けの世界ですね。そうなんですよ。だからそういうのがあると、やっぱりこう、裏では、妬み、つらみだったり、ちょっとしたいじめがあったりみたいなのが、その、児玉さんの文章の中に入ってて、ああ。HKT はそういうグループなんだ、みたいな、のが、なんかちょっとこう、やっぱ、女性のグループなんで。まあ、女の子の世界ってそうですね。なるじゃないですか。そんなのでも、どこのアイドルグループでもそうだと思うし。絶対なると思います。そう。だからそこってなんか、なんていうんですかね、いじめっていうわけではないけど。まあアイドルに限ったことじゃないですよね。うん。まあやっぱ集団になったら苦手な人もいるし、っていうところだと思うんですよね。でそこで順位がついて余計にこう精神的にっていうところがあって、で彼女はまあなんか精神的に参っちゃって辞めましたみたいなのが、こういろいろ書いてあって、すごいなんかこう注目を浴びたんですよ、その記事が。はいはいはい。で、あ、自分もそういう広い目線で見たときに、やっぱアイドル業界ってそういうのもあるよね、みたいな風になったんですけど、はいはいはい、ね、そこが、ただでも、それって離れた人にしたら、そういうことがあったけど、今頑張ってるわけだし、はいはいはい、逆に今やってる子は、そこの中でもやっぱ精神的に削れられながらも頑張ってるわけなんで、うんっていうの、まあだからいろいろあるけど、やっぱね、お互いというか、なんかそういうことはあるけど、こう、やっぱそこだけ切り取られがちだったので、あ、自分的にはまあやっぱそういうのはあるよねって多分誰もが思ってるわけなので、そうですね。それはありつつも、はいはいはい、ちゃんと頑張ってる人は頑張ってるし、っていうところももっとね、こう、うちらのチャンネルで言うと、ね、それこそ48グループだったり、乃木坂だったり応援してるわけなんで、ね、そういうことはもちろん多分裏ではあるかもしれないけど、うんうんうん、でもやっぱみんな頑張ってるから、そこはちゃんと応援しようよ。そうですね。そう、だからそういうところも見えてきたんですよ。
今までって、やっぱ、48みんな、ね、若干そういう風に思いつつも、いじめとかもあるでしょみたいな風に思いつつも、やっぱ、ね、そこまで触れないというかファンだから。はいはいはい、はい。けど、やっぱ、ちょっと離れて距離を置いて見たときに、やっぱそういうところも見えてくるし。で、ね、こう、いろいろ夢があって卒業する人もいるわけですけど。はいはいはい、はい。で、それもだって、大人、うちらはもう大人ですけど、はいはいはい、それで考えると、自分もこう、大学卒業して、就職するってなった時に、その夢があって就職したわけですけど。うんうんうん、でもやっぱ、何かがあって挫折したりとか、はい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 、そういうことって普通なわけじゃないですか。そうですね、だから、頑張れば報われるんです、みたいなのも、違うってわかるわけですけど。そういうのがありつつも、こう、アイドルの中では頑張ってる子がいるわけでとか、なんかいろいろこう、なんていうんですかね、アイドル業界の中での、こう、リアル感というか、よりこう、ちょっとドロドロした部分も、感じれたんですよ。ちゃんと理解して、そう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 、自分の視野も世界観も広がってよってことですね。そうなんですよ。だから、なんか、すごいいろいろ感じれたんですよね、それで。はいはいはい、はい。そう。ただ、やっぱそれでも NGT グループ、48グループもそうだし、まあ今後も応援したいなと思うんですけど、その一方で、だから、そういう感じで精神的に前で卒業したいって子もいるわけですけど、挫折することもみんなあるわけだし。はいはいはい。だから、卒業して今頑張ってる子がいるんだとその子もやっぱ応援したいよねとか、なんか広い意味でこういろいろ見えるようになって、あ、そうだから恋愛禁止ももちろんでしょうっていうのもわかるんだけど、ただなんか普通の一般的な意見で考えたら、今の若い一番その青春を謳歌した時代にアイドルでっていうところもあったりすると、そうですね、そうだからいろんな考え方があるにしても、いやただアイドルで頑張ってるんだったらちゃんとそこは守らないとっていうのもわかるし、その一方で、やっぱ一般女性からしたら恋愛したいでしょ、みたいなのもあったりとかするわけで、なんかいろんな視野が広がってですね。なるほど。そう、だから結構ね、逆に言うとそれで言いたいことが、なんか今は自分はどっちをどう言いたいんだろう、みたいなのが難しくなってきて。ええー、いろんなものが、いろんな立場の意見が、そうそうそう、わかることによって。より広がって見えてきたことによって、どれが本心なの？じゃあ結局、そう。結局、今の自分ってどれが、こう、動画で伝えるにあたって、今の自分はこう思うんですっていうのが、逆に言いづらくなったことで。中立派になってきてるね。あの、今までも中立でしたよ、もちろん。はいはいはい、はい。中立だったんですけど、よりそれが、こう、なんか、顕著に見えてきたので。ああ、ちょっと幅が広がりすぎた、ね。そうそうそう。広がりすぎた。まあ、それはいい方向だとは思う。まあ、いいとは思うんだけど、うん。そう。だからね、すごいね、いい経験になったなって思いました。そうなんだ。おお。そう。だから、その、それこそ、児玉遥さんの、だけをフューチャーして、本当は動画を撮ろうと思ってたんですよ、実は。はいはいはい、ただ、その流れの時に、ミッキーさんどうしてるのっていう話が来たんで、だったらメイキング的な感じで、今の自分の思ってるところも話したいし、みたいなのがあったんで、はいはいはい、この感じで撮りたいなと思って、ちょっと動画撮りませんか、なんかこんなラフに。そうなんですよ。本当はがっつり、実は最近児玉遥さんの記事が、出てまして、はいはいはい、その中ではこういう記事が上がってたんですけど、それについては自分はこう思うんですよ、みたいな話を本当はしたかったんですけど、手をつけると、なんか、その分、いろいろこう、言いたいことが逆に難しくなったんで。ああ。結構知識ついてるって感じですね。知識というか、そう、なんか、広く見える分、やっぱそういうドロドロな部分ももちろんあるし、かといって、で、その、やっぱ、アイドルグループに所属してるっていう、その、輝かしい場、ところもあるわけじゃないですか。はいはいはい、だから、その、なんか、どっちもより なんていうんですかね、距離を、こう、ある程度保って見ることによって、視野が広がったので、まあ、いろいろあるよね、みたいな感じになったんで。結局何も言えなくなりそう、そうなんですよ。何も言えなくなったんで、その、児玉さんの記事は、フューチャーしなかったんですよね。なるほどね。できないけど、ただネタとしてはやっぱ、まあこういう記事あったけど、皆さんも多分見てますよねっていうところも含めて、伝えたかったんだ。そうそうそう。多分コメントでも、その記事については自分はこう思いましたとか、いろいろあると思うんですよね。うん、そうだよね。そう、だからそれも含めて、ちょっと動画にしたいなと思って撮ったんですよね。きっかけですからね、この動画で、ね。そうなんですよ。自分はだから今も正直何言いたいんだろうなっていう、そっちの意見も分かるし、こっちの意見も分かるし、みたいな。はいはいはい、まあそれこそ NGT の事件の時もそういうのがあって、はいはいはい、あったんで、まあ、がっつり取り上げてはいたんですけど、うん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 、だからそれがよりこう見えるようになって、はいはいはい、なんかこう、なんていうんですかね、一個こう、
次のステップに進んだな、みたいな。ファンとして。っていうふうに思いましたね。すごい、すごい。そうそう。だから、こう、単押しです。押し、一押しなんですっていうのもわかるんだけど、はいはいはい、それを一回離れると、あ、なるほど、こういう応援の仕方もあるんだとか、ちょっと見えてきたところがあって。ファンの道ですね。そうですね。ファンを極めて、ね。そう。なんか、そういうのがわかって、逆に、すごい、最初、やっぱ、直接本人に言われたんですよね。リカちゃんに、はいはい、あ、アンチがいるって言われて、俺みたいになって、で、ブロック食らって、っていうのがあって、すげえ、あやっぱ、いや、なんか、当時はコメントで、多分間違いですよ、みたいなのもあったりしたわけで、はいはいはい、で、自分も若干、いや、間違いではないと思うけど、もしかしたら勘違いかもしれないよね、みたいな、はいはい、ふうに思ってたんだけど、全然勘違いじゃなかったんですよ。もう、意図して、そう、意図して、アンチだと思われてブロックされてたんだ、っていうのが分かって、めっちゃ、あってなったんですけど、ただそれを得て、まあ結局リカちゃんともブロック解除になったし、まあ今も、ね、今も倒しっていう感じでは、スタンスではないですけど、好きなのは変わらないし、はいはいはい、応援もしてるわけなんで、なんかそこを踏まえた上で一個なんか乗り越えて、新しいフィールドが見えてきたなみたいな。すごいね。そう、すごいね。ファンドを極めてます。すごいね。個人的にこう一個ステップが上がったなと思うんだ。そう。わかるわかるわかる、それは、うん。なんか応援するだけが全てじゃない。な、とか。すごいな。そう、なんか、そういうのが分かって。すごい。だから、なんか、あんまりこう、NGT の話題も、まあ、もちろん、ある時は出しますけど。はいはいはい、はい。そう。で、いろんな視野が見つかったんで、なるほどなって思うことが。再生数にとらわれず、いろんな視野で伝えていくっていう。いや、まあ、思ったことはちゃんと言いますし、はいはいはい、動画にもしていくし、このスタンス的にはそんな変わらないんですけど、まあなんかちょっと、その、倒しっていうのは離れて、あ、なんか、いろいろ経験できたなっていうのが分かったの。なるほど。っていう動画です。今の心境ですね。そうです、そうです。なんか、最近どうなのみたいなのって、そのメイキングとかじゃないと伝わらないじゃないですか。そうですね。うん。なんか、自分一人だと一つの話題に対して、自分はこう思ってこうなんですしか言えないので。そうですね。それ以外のところって全然話さないので。はいはいはい。そう、だからたまにこういう感じで、ミティさんの近況を踏まえて、はいはいはい、撮りたいなと思ったんで。ラフにね。そう。それが撮れたんで、ちょっとよかったな。皆さんもそんな感じなんですかね、逆に。いや、やっぱいろんな押し方があるんですよね。はいはいはい、はい。やっぱりこの子が、この子しかっていう人もいるし。ああ、何年経ってもこの子しか。そう。まあ自分も今までそうだったわけなんで。うん。逆に動画でいろんな人を取り上げることによって視野が広がったっていうきっかけにもなったんだ。そうなんですよ。だから、それ、最初本当はだって動画にするつもりはなくて、はいはいはい、まあでも、記念だから動画にしようと思って YouTube に上げたのが、はいはいはい、まあ、きっかけだったんですけど、だからそこで一人、あ、この子可愛いって思った子がリカちゃんだったんですよ。リカちゃんやっぱ好きなんで応援してきますって倒してずっとわーって言ってきたわけですけど、はい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 、ただやっぱそれを踏まえた上で、その、いろんなメンバーをフューチャーしていくってなると、はいはいはい、やっぱ一個そこがネックになってくることが多かったので、うん、はいはいはい、それが一個解除、というか、ほどけたことによって、また別な視点でこう動画作れるかなとか。若干安堵感あるよね。いや、正直縛られてたとこがあったんですよ。あ、ね、この子のここも好きだけど、でもリカちゃんからしたらやっぱ私だけ見てよっていうタイプだし、はいはいはい、それこそショールームの中でも私以外の名前出さないでくださいっていうぐらいのレベルなんで。ああ、そういう声なんですね、うん。まあでもそういう子がいてもいいと思うし。まあね。そう。いろんな子がいるなっていうのは、それこそ、48と言いつつ48人じゃないわけだし、そもそもが。ね、グループで言ったら何百人いるわけじゃないですか。そう。いろんな子がいるのは当たり前だし、っていうのをね、改めて感じ、はい、まあだからね、あの、文春法があったりとかいろいろあるわけですよ、はいはいはい。まあなんかちょっと違う視点でも見れるようになってきたなっていうふうには思いましたね。まさか人段落して、新しい世界に、新しいステージに上がったって話。そうですね。まあ、それでも自分の中でなんで、動画的には多分特に変わらないですけど。はいはいはい、はい、うん。まあ NGT は今後もフィーチャーして応援していきたいし、ね。はい、うん。いや、なんならそれこそ、まあ今ね、こういう状況なんで、まだ新潟全然帰れてないですけど。はい。新潟帰れたらもちろん NGT 劇場行きたいし。そうですね。そう。そういうのもあったりするんで。今、お米を食べるしかないです。新潟前。そうですね。あの、親から、イタリアンっていうのが送られてきて。はい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 、はい。新潟だと有名なんですよ、B 級グルメで。へぇー。焼きそば、みたいな、けどスパゲッティみたいなやつ。おー。
で、それが冷凍で送られてきて。はいはいはい。なんか、いや、なんかもともとはそのなんかチェーン店みたいなので、あのフードコートとかで売ってるんですけど、新潟の B 級グルメなんですよ、それが。で、新潟に帰ったらやっぱ、みんな多分普通に日常的に食べるものなんですけど、はいはいはい、東京都内にはやっぱ売ってないんですよね。聞いたことないもん。うん、新潟のグルメなので。スパゲッティで作る焼きそば？スパゲッティっぽい焼きそばっぽい、みたいな。なんか中間をちょうどいい具合に攻めたような食べ物なんですよ。何色なの？あ、いろいろあるんですよ、味が。ミートソース味とか、あとは、ホワイトソースかけた、あの、シチューっぽい感じの。スパゲッティにかけてる？そう。あの、ミートソーススパゲッティあるじゃないですか。はい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 、あの感じの麺がもっと太くて、焼きそばチックな感じだけど、みたいな感じなんですよね。パスタではないんだ。パスタとは、まぁ、ちょっと違うかな、みたいな。味も食感も違う？そうですね。あの、太さで言うと、二郎系ラーメンの麺の太さで、はい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 、で、ミートソースとかがかかって、生姜がついてて、はいはいはい、っていう感じの食べ物。そう。で、それが冷凍で送られてきて、完成してるんだ。そう。新潟全然、ここ最近触れてなかったから、はいはいはい、久しぶりに、あ、新潟の味だと思って。そう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 。どんな味？いや、なんか新潟で慣れ親しんだ、地元の味というか、そう、そういう感じというか。そう。だから、なんか久しぶりに、やっぱ帰りたいなと思ったんですよ、ね。そうですね、うん。その点については。新潟は雪解けたんですかね、もう。あ、でも、なんか、ここ最近天気いいっぽいっすか、ね、あ、ほんとですか？よかったよかった。まあ、帰ってないんでわかんないんですけど。はいはいはい、はい。はい、まあ、ただやっぱ新潟もちょっとずつまた増えてきてっていうのが、あ、まあ、なかなかまだ帰れそうにないなっていう感じなので、ちょっとね、時期を見て、また帰れたら、まあ、劇場もそうだし、それこそ、あの、ミュージックビデオの撮影地巡りも本当はしたいしとか、そうですね。そう、あとはサシケンさんとも撮りたいしとか、まあ、あったりするんで、何よりまず実家に帰れてないんで実家帰りたいなとか、そういうのもあったりするんで、はいはいはい。まあ、その際にはまた動画一緒に。行くならバンダイですかね。まあ、バンダイ。バンダイしか知らねえ。まあ、新潟って言ったらバンダイなんですけど。はいはいはい。まあ、ミュージックビデオだったらいろいろね、あの、海の方とかもあるし、はいろいろ、はい、あるんで、まあ、その辺もちょっと、はい。いけたらいいなとは思ってるんで。まあ、まだちょっとね、先になりそうだなっていう感じはしますけどね。そうっすね。そんな感じですかね。チャンネル、このチャンネルで言うと。はいはい、はい。まあ、あとは、その、さっき言ったミッキーさんが裏で動いてる仕事が、うん、まあ、このチャンネルでどうなるかわかんないですけど、はいはい、はい。まあ、今後ね、あの、いい方向に向かえばいいなと思ってる。そうですね。そっちに集中してる分、ちょっとこっちの動画が、落ちつつあるかなというか、抑えつつあるかなっていうところもあったりはするんですけど、はいはいはい、まあ、ただ個人的に出せるやつは出していこうかなっていうふうに思うんで。そうですね。はい。そんな感じで。カラーズ応援をお願いします。そうですね。また近々歌ってみたもね、あげれればいいなと思ってるんで。はい。あと、マスさんの質問があったら、マスさんへの質問があったら、コメント欄に。そうですね。質問だったり、その、ハルピの、あの、ノートについてはどう思ったのかとか、その辺もちょっと気になるんでね。まあ自分は、ああ、やっぱそうだよなっていうふうに思った人間なんですけど、まあ多分いろんな考え方があると思うんで、その辺どう思ったのかも含めてね、ちょっとコメントしていただければなと思います。はい。はい。そんな感じですかね。そうですね。はい。結構喋りましたね。そうですね。はい。というわけで、はい、そんな感じで近況でした。はい。はい。終わります。ありがとうございます。はい。